ただいまから知事定例記者会見を始めます。ご質問のある方は挙手をお願いします。またご質問の際は社名とお名前をおっしゃってください。ご質問ございますか。NHK さん、おはようございます。知事選挙についてお伺いしたいと思います。先週の金曜日にですね、双葉地方町村会の方から2期目への立候補の要請がありました。おとといですね、発足した国民民主党の県連でもですね、その発足にあたって仮に内堀知事が立候補を表明した場合全力で支援するということを確認したということになっておりますけれども、そういった意味でその立候補表明に向けたこの準備というのは環境というのはこう着々と整ってきているんじゃないかなと思っているんですが、そうしたその要請を受けた中で、特にその双葉地方というのはその原発事故の影響もあるところで、そういったところの首長の方々がその知事にもう一度出てほしいとおっしゃってるっていうこともかなり重いと思うんですが、そうしたその国民民主党の動き、それからその双葉地方町村会の動き含めて、現時点で知事としてどう考えてらっしゃるのかということと、それからその、どういったタイミングで今後立候補をですね、どういった環境が整ったら、あるいはどういった時になったら今後のその判断をして表明されるのかと、現時点で考えてらっしゃっていることをちょっとお話しいただけますでしょうか。ただいま知事選について2つ質問をいただきました。その2つの質問について合わせてお話をさせていただきます。まず最近各政党においてさまざまな動きがあるということを報道等を通じて伺っております。また先週は双葉郡の町村会の皆さんからそういった要請を直接伺ったところであります。特に双葉郡の皆さんは震災原発事故以降本当にご苦労されながら今復興に向かって懸命に歩みを続けている大切な同志、同じ志を持った仲間であります。そういった皆さんのお気持ち、真剣な思いというものは重く受け止めさせていただきました。まずは私自身がいただいた知事としての任期の中で双葉郡の復興再生に向け全力で取り組んでいくということをお話をさせていただきました。またこれまでお話しさせていただいた通り、目の前にさまざまな課題があります。例えば明日からはニューヨークを訪問して福島県の風評払拭、あるいは日本酒の PR、 こういった仕事目の前にございますし、その後は天皇皇后両陛下をお迎えしての全国植樹祭等もございます。私は今福島県知事として目の前にあるこういった大切な仕事を一つ一つ丁寧に取り組んでいくことが何よりも大切だと考えております。他にございますか。おはようございます。福島です。おはようございます。先週設置された、北方の対策本部についてお伺いします。と、今月2日ぐらい、2日ですかね、県道から亀裂が見つかって今も動いているということです。で、北方の方では再対本部ができました。これ県としてのですね、今後の対応というのはどういったことが考えられるでしょうか。今般この北方市の地滑りの兆候というものがすでにこう状況が見えてきた段階で、県の担当部局においてはその監視体制というものを整えているところでございます。特にインフラであったり住民の方への影響というものが予測され得ますので、北方市とも連携をしながら現在状況確認に細心の注意を払っているところでございます。北方市においてもそういった対策本部と整えられました。やはり大きな災害に至ることがないよう、あるいは何らかの状況が起こった場合に速やかに対応ができるよう、県、市町村、関係機関が連携をして迅速に対応できるようしっかり準備を進めてまいります。すみません、ちょっと別件でもう一件お伺いします。先ほどもご回答にあった知事選の件でご回答があった部分で、
明日からニューヨークの方に行かれると思うんですが、はい、改めて意気込みとか、はい、まあ、こういったことをしていきたいというお言葉をいただければと思います。今回のニューヨーク訪問の目的は2つあります。1つ目は福島の元気を世界に向けて発信することです。国連本部で開催される東京ガールズコレクションにおいて福島の子どもたちによるステージと私のスピーチを通じて福島の努力、頑張りを世界に向けて発信をして風評払拭、風化防止を進めていきたいと考えています。2つ目は福島の日本酒のトップセールスです。全国新酒鑑評会やインターナショナルワインチャレンジ2018における好成績、素晴らしい成績を追い風にして福島プライドのトップランナーである福島の酒の魅力を積極的に PR をし販路拡大が図られるよう取り組んでまいります。他にございますか。民有新聞水野と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。昨日ですね、室谷義秀さん選手が千葉大会に臨みまして、まあ、残念ながら3連覇とはならなかったんですが、まあ、頑張ってやられたと思います。そのことについて、知事から何か一言お願いします。はい。室谷選手、今回の千葉大会においては残念ながら、G が強くなりすぎて、結果残せなかったという残念な状況になりました。ただ室谷選手はやはりこう前に向かって進む、チャレンジするという思いがあったからこその今回の結果であったと思います。現時点において総合成績3位、好成績であります。今後年間の総合優勝もう一回、その思いを室谷選手持っておられます。そのチャレンジをこれからも続け、結果を出していただけることを期待していますし、我々も全力で応援していきたいと思います。他にございますか。自通信の加瀬です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。厚労省が先週ですね、2025年度の介護職員の充足率について発表しましたけれども、福島県が、都道府県別で見ると千葉と並んで最も低く 74.1% という数字でした。で、数字として出たことについて の受け止めと今後の対策について改めてお聞かせください。介護職員の人材確保定着に向けた施策を推進していくとともに、健康長寿に向けた介護予防を進めていくことが重要だと考えています。先週でありますが、新たに県内の福祉・介護施設に就職をされた職員の方々を対象に介護・福祉職員の集いを開催をしまして、私自身が一人一人を直接激励をしてきたところであります。介護の仕事のイメージアップを図りながら、例えば就労支援金や研修制度の充実を図るための支援など、さまざまな取り組みを講じながら介護職員の人材の確保、育成、そして定着を福島県として進めていきたいと考えております。ありがとうございます。他にございますか。はい、すみません、ちょっとまた知事選の話に戻るんですけども、はい、そうしますと、ニューヨーク訪問ですとか、それからその全国植樹会、植樹祭、そういったものが終わっった時期ぐらいにというふうに考えていらっしゃるんでしょうか。ちょっとこだわってすみませんが、時期的にはいろいろ課題がある中で、どれぐらいまでこうそのやり遂げた段階でこう次へのまたその意欲を示されるのかっていうので、どういうふうに考え、区切りをこうつけられるっていうのを考えていらっしゃるのかっていうのをちょっともう少しお願いします。まだ具体的な時期というものが頭にあるわけではありません。まず目の前にある大事な仕事、それを一つ一つ愚直に真剣に取り組む、それが私の率直な思いでございます。他にございますか。福島民友会鈴木と申します。先ほどもお話ありましたが、全国植樹祭に向けて、はい、残り2週間を切りました。
土曜日には、後天寺リハーサルも行われ、あらゆる場面を想定して、職員祭に向けて準備が進められていると思うんですが、知事の方から県実行委員会の会長としての、はい、改めて意気込みの方をお聞かせください。私自身も実はここ最近において3日間のスケジュールすべてを現地に行って一つ一つ確認をしてまいりました。晴天寺、好天寺、その両方についても自分自身がその現場に行って関係の方々と直接話してその場に立ってシミュレーションをするということを続けております。全国植樹祭は国全体にとっても非常に重要な行事であり、特に平成天皇皇后両陛下の最後の植樹祭という意味合いも持っております。そして我々福島県からしますと感謝の思い、そして復興の姿を発信をし、みんなで緑を作っていこう、この3つの思いを発信する貴重な機会でもあります。関係する方々、多くの皆さんと思いを一つにしてこの全国植樹祭を成功させていきたい、その思いを持っております。他にございますか。はい、一番後ろ。河北新報の神田と申します。おはようございます。おはようございます。ポストの件なんですけども、はい、原子力規制庁を撤去したいという話なんですけども、地元の自治体からはですね、なんとかまたこのまま残してくれというような声もあると思うんですが、地元公益的な自治体の長としてですね、この問題についてどのようにして、問題解決を図っていくのかということをお話しいただければと思います。福島県の復興再生を進めていく上で環境放射線のモニタリングは県民の安全安心を確保するための基礎となる重要な取り組みであります。リアルタイム線量測定システムの配置見直しについては引き続き市町村や県民の意向を十分に踏まえ理解を得ながら丁寧に進めるよう県として国に求めてまいります。何年越しみたいな感じで申し訳ないんですけども、言うなれば、なんていう地元の自治体の、その声みたいなものを、県としてこういう意見があるんだよということを強く発信して、残してくれというようなことを言っていくということでは、今のところではないということなんです。自治体の意向、あるいは県民の意向を尊重してほしいということを、かねてから国に対して伝えているところでございます。そこをしっかりと対応していただくよう今後とも関係の省庁に申し上げてまいります。他にございますか。それでは以上で議定記者会見を終了します。ありがとうございました。ありがとうございました。